何のことよ。いや、さっきの常温と。そう違うよ。それの方がいいよ。だから加熱した方がいい。え、ビクともしない、うん、しないでしょ。あと今の削れたもん。うん、だから加熱した方が性能がいいよ。そらあのだけど他社品、その加熱すると剥がれちゃうんだよ。これがその茶色っぽいやつ、ほら色も変色してるでしょ。うん、新月いやいや、でも買ってるダメダメ。それはカットするから。ほら、おお、ほら剥がれちゃう。ガラコ塗ったね。ガラコ塗ったの。いやだから、いやガラコ塗ったで、いやだからほら、その接着剤くっつけてる方がミラグレスかな、これ。違うよ、つけてないってさ。だからほら、開発してくれって言うでしょ。じゃあ五郎子が言ったの、なんでつけたん。だから五郎子が言ったのは初さんよ、普通のよ。初の初さんで、うん、だからガラス用のだったらそのガラス用のアレンジしますよって話。悪くないでしょ。うん、悪くない。60度。いや褒めてよ、もっと。いやどうする、魚釣る。魚いらない。いや魚釣るよ俺が。ね、だからガラス用のはガラス用のっていう意味が分かるでしょ。分かった、分かるでしょ。うん、だけど五六は言ってたよ。なんで？ん？人は変わってるけど、うん、つくんだよな、あそこっちのは何でもって。いや俺も思ったもん。言った。社長は変わっ変わってるけど、シナモンは世界一だな。関係ねえって言うんだよそれは。いや関係あると思うよ。だから、だからあの先ほど言ったそのあれよ、そのこれケイ素ガラス。うん、ケイ素ガラス、ケイ素ガラスのこの細いやつが、うん、あの接着してないとガラス剥がれちゃうでしょ。そう、はい、うん、これだって曲げるんだもん、こうやってガラスを下手すると、それで剥がれないんだ。むしろ、はあ、それ剥がれたら何にもなんないんだもん、ガラスは。はい、で真剣になるでしょ、商売やってんだから。何のこと？このここにね、ここに入るようにさ、はい、言ってたよね。うん、言ってるんやけどさ、うん、相手がポリエステルでも問題ないから、やっぱここで強度入れてたらいいやね。ああ、はいはいはい。ポリエステルダメよ、収縮あるから。エポキシかまさないと。エポキシかシリコンか、うん、要するにコーキングか、うん、エポキシかどっちかかまさないとダメよ。いやいや、これやってるのはこの枠の方よ。ああ、枠は大丈夫よ。大丈夫。うん、大丈夫。だってそれが壊れたらもうガラスに行くんじゃん。自動車壊れちゃう。ああ、ガラスも壊れるよ。で、問題解決だ、一応。はい。例えば月曜日か水曜日どうする？月曜日？水曜日？何のこと？マフラー。え？マフラー。あ、マフラー、月曜日。月曜日？はい。高橋さんのことだよ。そうそうそう、玉村。だから、6年ぶり。2回車検。